ウグイギツネシュカゴンマジンどもを驚かし尽くすのじゃ。コン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 。そこまでだべ悪党どもは。何やつじゃ。鹿児島の平和を乱すやつはこの俺が許さないぶ。者どもあかれ。行くぞ。コアクリブピンク。覚えておれよ。リブかっこいい。みんなよかったぶ。鹿児島頼んだぞ。ありがとうぶ。はっ、夢か。僕はこの鹿児島を元気にするために生まれた。日本本土最南端の町鹿児島は南北600キロ。豊かな資源を生かして観光に力を入れている。この物語は鹿児島を PR するために生まれたグリブーが鹿児島県庁の観光課プロモーション課長として鹿児島中のボッケモンたちと鹿児島を元気にするために日夜奮闘する愛と夢と涙のドラマである。おはようございます。あいだ、おはようございます。グリブー課長、旅行代理店との打ち合わせはどうだった？すみません、僕とのコラボじゃ採算が合わないようです。厳しいことを言うようだけど、お隣の熊本は熊本高架で観光客がうなぎ登りなんだって。はい。グリブー自身の魅力なんじゃないの？問題は僕自身の魅力。悩んでる暇があったら、くまモンとグリブーの何が違うか、それが何なのか探したらどげんで自分で。はい。頑張ってグリブー課長。ついに今日から県庁職員ね。臨時だけど。店長、お世話になりました。いよいよ自分自身の道を歩いていくんだね。頑張ってね。はい。さくらちゃんがいなくなるの寂しいな。さくら、彼のこと絶対ゲットしないとダメだからね。うん。私はさくら、少しでもあの人の近くにいたくてここ県庁で働くことになった。臨時だけど、不器用だけどまっすぐで一生懸命なあの人に。